では、もやしの、入れた簡単なヘルシーで、とてもリーズナブルな米粉を使ったチヂミを作ります。本当に簡単なので、家にいる時にお子様とか、簡単に楽しんでできると思います。あとご主人のおつまみにもなると思います。では材料から説明いたします。もやしが1袋ですね。そのボウルに入れてます。それからニラ、この1センチ幅ぐらいにカットしてます。これ別にネギでも構いません。それからチーズですね。で今日は桜えび入れてます。色も綺麗ですし、カルシウムも取れます。それから米粉ですね。この米粉はカシオの細かい米粉で、特徴として周りがサクッとした感じと、あともちっとした感じですね。あと米粉はとても腹持ちがいいですね。米が原料なので。それから鶏ガラスープの素です。炒め用に風味がいいのでごま油を使用いたします。で卵1個溶いておきます。もやし、ニラどんどん入れていきます。実際に溶けるチーズです。あと桜エビ、これ色が綺麗なので人参を使っていただいてもいいです。それからですね、鶏ガラスープの素も先に入れますね。それからここにカシオの細かい米粉です。これを入れていきます。一旦ここで混ぜてください。卵を加えていきます。